毒にも薬にもならない無害なものなど本当にあるのでしょうか。人間やあやかしだって同じこと。豆腐や酒を届けにやってくる無害な妖怪と言われる豆腐小僧、無類の豆腐好きの男のもとにやってきた彼の目的とは。次回あやかし話豆腐小僧をご覧くださいませ。